みんな、本日はやっていきたいと思うのは常識クイズ。いや、前やって常識クイズです。よくあるで。よくやってるで。え、よくやってる、うん、みんな常識ある？ある、常識ある。なんちゃうかな。常識ある。常識ある上で行動してます。常識ある。常識の式と呼ばれてるところだよ。そうですね、そう、常識の式と呼ばれてる。本日やりたいのは常識クイズ。常に式と書いて常識クイズ。そう、皆さんが式をどの程度知っているのか。いや、おるけど本人。いや、本人でしょ。うん、本人よりも兄の方が分かってるから式のこと。なんで？僕が問題を出します。はい、それに、ちょっと待って、問題を出すの。うん、拙者が書いた回答が答えになるってこと？違います。違うの？はい、違うの。私が、うん、まあ長年、式が生まれてから今日まで、うん、式を見てきて、はい、私が思っている正解があります。押し付けられるのに分かる。違います。違う。あなたはそう生きてるんです。なので、その正解を答えてください。はい、皆さんの常識力が試されます。はい、それではいきましょう。レッツラゴー。ベビキン。では第1問目、はい、これはね、難しいですよ。まず早押しクイズです。あ、早押しなんや。しきくんがいとこの子たちを家庭教師しておりました。うん、最近いとこの子たちに会うことがあり、聞きました。うん、しきさんにとても感謝していると。しきさんに感謝している内容とは果たして何でしょうか。え、感謝してる内容、お答えください。言いたくない。感謝してる。めちゃめちゃ感謝します。常識力がある皆さんなら分かると思います。勉強以外のことなのね、きっと。早押しやから、まあ別に。あ、ヒント与えましょう。いとこの子たちはもう社会人になりました。え、社会人。大学も卒業して社会人になっちゃってます。おう、あ、しきさんに感謝してるんです。何でしょう。お酒の飲み方を教えた。違いますね。しきさんは社会のルールを守ります。高校生、高校生の時にそんなこと教えません。してるから。あ、そうか。ああ、社会人になるまでに教えてたことだ。そうですよ。大学受験のためにしきさんはこう、いとこの子たちを、うん、おばあちゃんの家で家庭教師してあげてたんですよ。はいはいはい。でね、もう今になって、うん、めちゃめちゃ感謝してると、うん、ありませんか、両親などに。今となってはめちゃめちゃ感謝してること、皆さんあると思うんですよ。うん、それをいとこの子たち2人とも声を揃えていました。今感謝していると。何？なんでしょうね。わかった。はい、はい、トラマルさん。めちゃめちゃ厳しく当たりすぎて、うん、社会に出てからそれ以上の厳しさを感じなくなった。正解です。よっしゃー。そんなことだ。やった。すげえ。そういうことで、やっぱそうや。多少の社会的理不尽に耐えれるようになった。理不尽なことめちゃくちゃ。会社内で俺パワハラじゃねえとちょっと愚痴ってるような他の社員、え、この程度か、と思えるぐらいのメンタリティを手に入れることに成功しました。これはアホなのかみたいなことめっちゃ言ってたからな。そうなんですよ。でも今となっては大学に入れたことよりも、会社、社会人になれたことよりも、社会の理不尽なことに適応し、大して理不尽と思わなくなってしまった。そのメンタリティを鍛えてくれた式に感謝していると。画面の前でも感謝しとけよお前。なるほどね。これ恥ずかしいな。ベビキン。それでは次の問題です。はいはい、難しいね。しきさんはよく寝言を言います。うん、最近言った寝言の中で、うん、兄が思わず衝撃を受けてしまった一言がありました。うん、それは何でしょう。衝撃を受けた。あ、夢でもそうなんやと思ってしまったことがありました。おう、ヒントやね、それは。そうですね、何でしょうね。しきさんです。常識です。何でしょう。拙者はあのウィニングレモンというゲームが好きだから、はい、外すなやって。近い近い近い。しきさんが誰かに言ってました。はい、お兄ちゃんちゃんとして。正解。うわっ。トラマルさん、え、あなたすごいな、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 すごいですよ、あなた。僕全然分からへん。すごいですよ、君2ポイントですよ。今、シキのこと知りすぎてます。やば。あなたの常識力が高すぎて、今ちょっとびっくりしてます。ベビキン。はい、それでは次の問題です。はい、
四季さんの家事力で一番低いのは何でしょうか。はい、記憶力。違います。それ違う、はい、皿洗い。正解。トラマルさん、トラマルさん、僕なんですか。あ、でもそれは確かにそうやわ。天才ですね、あんた。そうなんですよ、四季さんね、掃除もね、ここ埃ついてるので、ね、細かいこと気にするんですよ、はい、にもかかわらずね、皿洗いだけはね、なんか平気でね、あの汚れたまんまね、あの皿重ねたりするんですよ、はい、ほんとね、なんなんでしょうね、彼。なんなんでしょうね、私はなんで正解するんでしょうね。ベビキン、次の問題です。これはね、結構簡単かもしれません、うん、四季さんが9月17日に NG 日を出してます。9月17日はどうしても休みたいと僕に言ってました、うん、あ、言ってたな、うん、さて問題です。9月17日の NG の理由とは何でしょうか。はい、言ってたな、遊びたいねって言ってた。近いですね、遊びたいの遊びたいかもしれません。四季さんが遊びたいんですよ。はい、ウィーニングイレブンの、はい、新キャラが追加される日。近いですけど正解です。もう正解しましょう。ウィーニングイレブン2021の発売日。発売日、あー、ね、発売日か、うん、明治から始めたので9月17日は丸まま遊びたいと結果をしたいと遊びたいと。そうなんですね、うん、四季さん、はい、本人ですよ、はい、正解していただかないとしたくないことは困りますね、うん、僕はちょっと困ってます今。ベビキン、最後の問題です。最後の問題です。ホワイトボードにお書きください。これはね、簡単なんで全員一致で終わらせたいですね。四季さんが尊敬している人がいます、うん、それをめがけて生きています。さて誰でしょう。これは簡単、目標にしていると言ってました。これは簡単、簡単ですね、うん、はい、はい、四季さんお書きください。あなたが尊敬している人を書けばいいです。正直にお答えください。正直に答えください。答えはもう私の中にありますから大丈夫です。私の中にある、私の中に答えあります。押し付けやんかこれ、うん、さあ、よう言うてるやつやろこれ。そうですね、うん、よく僕が言ってます。お前が言ってんの。はい、お前、え、じゃあちゃうねんけど、四季が言ってるやつやな。四季が言ってるやつ、まあ四季も言ってるかもしれん、俺に見えへんところよ、うん、さあ誰でしょうか、はいはい、さあまずはトラマルさんを出してください。どうぞ。で、野原ひろし。野原ひろし、はい、野原ひろし、野原ひろし、お兄ちゃんですよ。押しつけ。俺は、え、野原ひろし、新規が目指してるのは僕ですよね。いや、野原ひろし。以上、本日常識クイズでした。バイバイ。正解やな、うん。